8月8日火曜日火曜オリジンチャンプルここ FM 那覇より生放送でお届けいたしますお願いしまーすあ相手は劇団のンズマイの方そしてあなたのハートにごとぶきバーッチごとぶきマッチですお願いします,します今ので台風を吹き飛ばしました <laughs>、うん、よかった <laughs> はい足りました台、ね、風 <laughs> もうね、うん、ちょっと今回は大きかったですね本当ですね台風のおかげで我々が <laughs>、うん 一周、来週はお休みということで、過ごさせていただきましてね。台風の間、どう過ごしてました?。もう、いつもの通り。私素材はね、万全ですからね。あ、なるほど、素材はもう。そうそうそう。食料はもう。食料は、食料を買い込み、よし、引きこもるぞ。まあ、いつも通りの。いつも通り、あ、もう、 僕もいつも通りいつも通りの食料あ事前に買い込んであとはビールも買い込んでビールはもうロング缶でしたあだってねもうこれはちょっとそう動けない動けないですししょうがないねいやだから停電とかも大変だったんじゃないですかみんなねえあの大丈夫でしたか 停電はたぶんしたんですよ、たぶん、したのかどうか本人は分かってないんですけど、おそらく起きたときにつけてたクーラー消えてたので、たぶん停電してたんてる間に寝てる間に停電して、治ったというか、本当に停電したか分かんないですけど。 何事もなく冷蔵庫も置いてたんで分あの停電の被害は避けられてますああ寝てる間に終わってたっていう寝て起きたら終わってました停電が一番幸せですね一番ちょうどよくてだから僕はそんなに大きな被害はなくてまああのあ一つちょっとあるのはバイクバイクがどうしてもバイクの外に雨ざらしざらしというか。 さら、うん、されるじゃないですか。うん、ちょっとエンジンかかりにくくなってた。あ、そっか。っ海,はい、海のねあれですからね。海風。でも海原ですけどああ<ー>。割と内陸の方に住んでるんですけど。なんか台風の時ってなんか潮含んだ雨が降りそうなイメージ。あ,ーあ、まあそうですね。潮風に乗ってうん、うん、運ばれてくるんでしょうね。うん、ああ、まあその原因もあるのかな。うん、ということでちょっとねまあちょっとした被害は。うん あったんですけど、まあ、まあ、とに、とにかく、あの、何事もなく。ああ、よかった。過ごして、もう、何にもしなかったら、あれっすね、もう、ずっと寝ますね。確かに。本当に。いや、あの、なん、なん、なんか、わかんないですよ、なんか、その、罪悪感はあるんです。あの、夕方、四時頃に寝てしまって。で、起きて、あ、俺、何やってんだろうって思うんですよ、一瞬。あ、夜中に起きてってことそそうう夜ね。 夜中夜中というか多分2時間ぐらいで起きたんですけど夕方6時ぐらい起きて何してんだろうって思ったんですけどま普通に11時ごろに寝れて何もやることないんで寝てばっかでなんか眠いんだよな台風の時眠くなりますよねなんかあるんですかね影響みたいなの多分あれじゃないですか気の持ちを 絶望感で、もうだって何もできないしな外にも出れないしあれでまあ多分眠くなってるんだと、無力感無力感で眠くなる、あ無力感だと思うんです。あすごい。えでも台風の台風今回変でしたね。あねめちゃめちゃ一回なんか来るよう来るようで意外に遅くて、で来たらずっといて、ずっといる。 そして一回去ったなーしたらまた戻ってきて、そうそうそう U ターンしてきて、ね、そしてまたいなくなったみたいな。そうそうそうだからその U ターンする前の段階で、うん、普通に仕事だったんですよ。で、あの僕今あの携帯関連の仕事をしてて、はいはい、であの職場にあのまあ避難警報流れた瞬間、うん、あの携帯の会社なんで、うん、あのそこら中にある携帯が一斉になり出して。あ <laughs>

だふ普段過ごしてる中でもみんな,、うん、みんな携帯持ってるからあれになったらびっくりするじゃないですか。 もうあの大警報。あい,いや、あそうなんだあの携帯会社のあの携帯はもう常になるんですね。常になります、ね。さすがだちゃんとしてる。出発百中で全部な。<laughs> でも怖いな怖いな。ただまああの電電波はちゃんと仕事してるなっていう,うん、うん、のは分かった。んですけど、うん、でまあその仕事途中にモノレールも動きませんよ。えってなって。うん であのもう5時ぐらいに帰されたんですようん、うん、みんな、うん、だからもうみんなもうその後は仕事残ってる人ももうちょっとあの帰れなくなるうで「もう危ないんで帰ってください」みたいな5時頃に言われたんですけどうん、うん、僕もともとその時シフト5時までだったんで別にその恩恵を受けたわ <laughs> 受けけ受るわけ受けるあれもなく普通に。 あのフルタイムで仕事して帰ったんです、うん。あいや、なん、なんかわからんけど、なんとなくちょっと損した気みたにな。るなんか損した気分。ちょっとね、嫌だね。ちょっと嫌だった。<laughs> <laughs> 普通に帰るだけじゃん。出勤して。 まあでもね、ちょっと今、円楽さんもちょっとツイキャスでコメントいただいてましたけど、こんにちは、台風のおかげで休めたらラッキーじゃないよって。ということ、そうですよね、だから、いろいろ大変でしたし、今回はそうですよね、本当に。電力、ガスとか水も止まった人もいるんですか結構、なんか、ニュースとかで見たら、そそそううう断水とか、そういうのもあったということ。 やっぱの復旧に尽力してくださった皆さんありがたいです。本当にもありがたさ感じますよねということでございますけどあ一つ忘れてました台風による被害僕の僕というか僕の家族なんですけど僕の家族で母親が8月1日誕生日なんですけども台風の影響でバースデーケーキ 買おうと思ったんですけども、ちょっとあの行けなくてケーキを普通にあのスーパーに売ってるあのワンダーオバーさんのチーズケーキあれになりました。なるほど。ケーキのサイズダウンというのもあの被害がありましたね。そっか。そう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 。もうだってね、あれ8月1日って言ったら沖縄すごい猛烈な猛烈な風がね。風は強かった。もうその多分まあ警報はな。 なかったんですけども、うん、風邪は普通に強かったんで、うん、天気悪いんで飲みに行こうかみたいな話をしてたんですよ家族とか行ってでも,もう天気悪いから、うん、あの自宅にしようってなってでも、あのーまあ、この天気なんで、うん、まあケーキ絶対崩れるじゃないですか。うん <laughs> ましては僕バイクなんで、ああもうこれはちょっととなくなってる可能性が、うんうもうあのケーキじゃなケーキだったものが、だったものが届く可能性があった、そうです、そうそタコケだったものが届く可能性があったので、まああの近くのスーパーのワンダーバーさんのチーズケーキになりまして、ああのちょっとあのまあ残念な思いさせてしまったかなというの、あ。 一つ。あでも大丈夫あれ美味しいから。美味しい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 ですよ。美味しい美味しい。ですよね。美味しいよ。まああれローソクがなんか立てられればよかったんですけど。そうかローソク問題がそうそうそうローソク問題もありました。ええまあという被害も僕はありましたけど皆さん大丈夫でしたか。ね本当に大丈夫だったらいいな。ね。 そうですね。皆さんもまあ台風来た時はお気をつけてということです。まだまた出てるんでしょ？新なんか七？七号。七号がなんか発生したよっていうのは見ましたけどね。発生ましてま上陸するかどうかわかんないですけど、もう沖縄に来るかはわかんないですけど。うん。まあ多分だからその台風の動きって読めないっいうので、まあ気を付けた方がいいなっていうことは。ですね。夏だからちょっとね発生しやすいかもですね。そうですね。 まあ気をつけてということでございますけれどもね無事乗り越えられたらいいですね乗り越えて頑張っていきましょうということでツイキャスの方でもコメントの方よろしくお願いしますということでマチさんが久しぶりパンチということで久しぶりーパンチが吹き飛ばしたからこっちに来たよありがとうございます安妻さんもガンジューということでジュー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 さんがミカーということではいはい あ、そうですね。ちょっとあのまだスーパーの品薄続いてますね。あ、やっぱりそうなんだ。まだまだ続いてますね。ですよね。もうわかる。もうあのあの状況を見たらちょっとわかります。本当に。冷凍食品一切ないんですよ。う全然うちのスーパーに。唯一あったのレバニラぐらい。あ、レバニラか。そうそうそう。まあどうしようかな。ちょっと悩むな。 別にレバー食べたいわけでもなかった買、うん、った買わなかったあ買わなかっと <laughs> 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 ミーカーさんが、うん、台風で飛ばされたと聞いたけど、うん、<laughs> 戻ってまいりました戻ってきたんだ <laughs> 戻ってきました風に乗って飛んではいたんだ <laughs> <laughs> 一,応一応ちょっと行ったけど戻ってきました <laughs> <laughs> どっかには行っ,た <laughs> 行った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  びっくりした <laughs> そ,そうだったのもの U ターンの時にね、ちゃんと戻ってきてますからねあ,あの時ね、だから戻ってきたの <laughs> そう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 あのタ<笑><笑><笑>、えーととえー、まあ、あのね、あのコトブキは、うん、あの裏添えの飛ばされた自由の女神の代わりに立つ仕事決まったって <laughs> だかこれびっくりしたですってねそ転が

あれ、自力なんすかそう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 え、知らんかったえ、知らなかった石像だと思って、ずっと生きてたんだ、あいつそう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 じゃないりな <laughs>、えー、さんもこんばんはこんばんはすけども、えー、アニゾロさんも、はい、あありがとうございます、グマのアニゾさんも台風大変でしたね、うん、パンチはウーバー辞めたのっていうことなんですけどあの、ウーバーはですね、うん、あの台風の時にもやってましたあ、え 台風の最中にもちょっっとやってましたよもちろんあれですよ暴風警報を発令されてる時はさすがに行かないんですけど、うん、ただあの強風警報の時に、うん、あのどうしてもちょっと買い物行かなきゃってどうせも外出るんだったらウーバーやろうかなと思って。 もうどうせねあのさらされるんだからじゃないけど雨風にさらされるんだからもう仕方ないかと思って食料がないんでだったらついでに行ってやろうかなと思ったんですけどもう行くもんじゃないですね怖い本当にそうっすよ飛ばされそうマジでマジで本当にあのお客様に申し訳なかったんですけども料理型崩れでした そうなんだ。やっぱり、あの風でば。やられるから。風でもう、本当に蓋も開いてたし <laughs>。<laughs> もう、本当にお客さんにすいません、すいませんっつって。でも、お客さんも、もう、悟った顔してたんですよ。うんうん、もう、この風だもんな、みたいなあ。そうですよね。<laughs> えーまあ、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 でも、まあ、まあ、まあ、ちゃんと届けられたら、一番良かったですけど。なんか、<laughs> でもね、こればっかりは、ちょっと難しいです、ね。難しいね。本当にね。<laughs> さすがにね台風の時はね、うん、なんか停止になるんですよその店の注文とかは、うんうん、そうそうそう <laughs> まあ安妻さん、まあ、暴風警報出てる時に Uber 頼むやつの気がしれんなっていうのはまあまあまあ <laughs> 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 分かるんですけども <laughs> 僕らとしてもちょっと稼ぎ時ではあるので <laughs> そっかみんな外に出れないし食材の調達でっていうことなのかなな,ないですしね <laughs> う <laughs> そうそう確かになースーパーにないんでやっぱ、うん そう頼みたい気持ちもあ分かる分かるっちゃ分かるんですけど <laughs> まあまあまあそういうね台風の日にもやってました僕は <laughs> <laughs>、えー。ということでございましたけれどもだから先週ね、うん、ちょっとあのお休みだった分でちょっとお話できてなかったこととかもいろいろあると思うんですけどはい、はい、僕だから先週があの、まあ、ちょうどですねあのちょうどというか、うん、<laughs> 7月のまあ28日だったかな。 若手だけでライブやりまして日にタイトルが長いんすよね長くて覚えられてないんですけどみんなでお酒を飲みながら大喜利をはい前ねお話ししてうたネタを見るライブをやりましてもう大盛況でかったいっぱい入っていただいてありがとうございます。 いやもう本当たの楽しくてね先輩がいないんで、うん、<laughs> 自由にできるんで <laughs> あもうみんなで大喜利 <laughs> そ,うそうそう大喜利とかまあ MC とかうん、うん、させていただいたりとかも楽しかったんですけども、うん、<laughs> あのちょっとねその時ライブの告知で、うん、予告じゃないですけどはい、はい、予告で僕あのちょっと書いた一言があの、うん。 まあ、もしかしたらあの、うん、僕のデコリンさんの公開説教が見えますよことを書いたんですよね <laughs> あ。<laughs> あ公開説教その時はあの、まあ、僕も、まあ、ちょっとしたボケのつもりで書いたんでそんなことする,はずはあする予定もなかったんです、ねうん、なかったんですけど、うん、あのそのライブの,あのおうちの時に、うん、僕は日本。 日本目の漫才僕最後だったんです。鳥、うんうん、まあ鳥の位置なんですよ<ー>鳥の位置で漫才をやって最後の漫才のあのー、最後の漫才で、うん、一番最初のあの伏線になるボケを飛ばしましてデ、うん、コリンさんが、うん、<laughs> であのー、飛ばして、うん、あのー、であの最後あのデコリンさんあのー、一切喋らないっていうネタなんですよ。はいはいはい。あのー、喋らない あのデコリンさんを横に僕は、あの最初ネタを飛ばしましたねっていう公開説教、本当にすることになりました。<laughs> びっくりしましたよ。よ予告が予言になった。うん、<laughs> そうそうそう。そんなこともあるんだ。そう。<laughs> まさかの正夢というか。うん、<laughs> 本当にそんなことになるんだと。思って、うん <laughs> びっくりして、もう,もうデコリンさんもびっくりでしょうね。デコリンさんもびっくりしたでしょうね。あまさかの、これがそうそう。だからデコリンさんが一切動かないのいいことに、うん、僕はあの、ボロカスに言いまくって。ああ、お説教してそうそうそう。お説教が本当に。始まってしまった、うん。あらら、じゃあ、ちょっと大変でしたね。そう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 。まあまあまあ、あの、まあ、そうですね。あの、まあ、しっかり、ね、まあ、ネタとして成立してたんであればよかったんですけども。うんうん <laughs> びっくりしたんですよ。僕も <laughs> 飛ばしてると思って <laughs>。こういうことがあるのでね。<laughs> なんかね生ものですからね本当にね。終わりは生も <laughs> <生物笑><うそ> <laughs> まあまあでもまあ盛り上がってくれたら非常に良かったかなとは思うんですけど、うん。あ良かったです。でまあそうですねその時の話でもう一つあるのが、うん、まあそのとん

俺の方が腹太いおやかましいわ。ああ<ー>、<laughs> もうだってな、なんかこう絶妙な感じがちょっと <laughs> 今確かにって言ってしまった。そういうふりなのかなとあ、さすがですね。話の筋とか関係なく、今それ,<ー>それ求められてるのかなと。 言いましたけど <laughs> <laughs> 違うんですよ、武藤さんがおご <laughs> ってくれたんだ <laughs> で、あの人、僕の後輩なんですけどね、<laughs> ね芸歴的には。年 <laughs> <laughs> は上だし、バリバリの社会人なんで、お金はあっちのほうがばんばん持ってる。 いっぱい持ってるんでね。あの、ご、ご馳走になりました。あ、よかったです、よかったです。で、あのおかげさまで、あの、先輩後輩の、あの、序列、あの、もう完全に入れ替わりまして、僕、あの、無糖一味になりました。いいですね。無糖さん一家。無糖一家に。あの、入りました。んで、それで、みんなで楽しく、食べてる時に、あの、まあ、一通のラインが来たんですよ。うんはい。 一のラインが来て写真に僕らが食事してる後ろ姿が、うん、何って思って、うん、えどっから撮ってんの、うん、怖い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 と思ってであのー、なんかその次の文言語で,、うん、でも気まずいって言ってて後ろ振り返ったっすよ、うん、そしたらでこりんさんが普通にラーメン食って,て <laughs> ああの 泣き人から直であの、うん、ライブ会場じゃなくて、うん、ラーメン屋に来てラーメン食ってたんですよ。へえ<ー>それで写真撮って俺だけに送ってきて <laughs> <laughs> 気まずいから声かけてくる的な確かに何か最初に腹ごしらえして行こうかなと思ってたんですかねそれは全然いいんですけど、うん、あの俺らが来たんだったら一声かけても全然いいじゃないですか。写、うん、写真だ写真だだけけを後ろ姿の送らられてきたら 怖いじゃないですか,、ね、そうかびっくりしたんですよ本当に盗撮されてると思って最初確かに誰かになんかドラマだったらそうですよねそうそうドラマだったら怖いじゃないですか <laughs> えって後ろに誰かいる,、うん、かいると思って、うん、恐怖、うん よかったでクリーンさんで。でクリンさんで良かった,った <laughs> 知らん人だったらどうしよう。本当に。どうも奇妙な物語でしょ。ディリディリ,リ。いやドキドキ。まあそういう思い出をね。ちょ、うん、選手を語りたかった、ね、というところではございましたけれども。<laughs> えー、はい。 まあ、一周開けてですね <laughs>、うん、皆さんと、いろいろ楽しめていたく、いけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、それでは一旦 C. M. の方いきますので、メールアドレスご紹介、お願いします、はい。はい、メールアドレスは、オリジンアットマーク F. M. なはドット J. P.。うん、o. R. O. E. G. I. N. アットマーク F. M. N. A. H. A. ドット J. P. となっております。はい、それでは、一旦 C. M. です。F. M. なは。七十八点。H A

お届け式をめます。か、あ、ちっちょこん。<laughs> ごめんなさい。<laughs> いえいえいえ <laughs> <laughs>、はい。お届けしております。カヤオリジンチャンプルでございます。お相手はえっとミカです。ことぶきまじです。え、取ってなんすか。<laughs> 自分の名前なのにね。<laughs> <laughs> これがですね、あの一週間空いたブランキーです <laughs> ー。なんかね、一週間会い飽きましたね。飽 <laughs> きましたね。会 <laughs> いちゃったからか。<laughs> ね。<laughs> いろいろ忘れてるのかもしれない。<laughs> <laughs> お聞き苦しいところを失礼いたしました。<laughs> ということでございますけれどもね、うん、<laughs> あんつまさんがあの鳴き人風強かったからネタも飛ばされたんだ。<laughs> <laughs> 確かに北部,はね北部の方がすごかったですからね、うん。うん、<laughs> 確かにそうなのかもしれないですね。マチさんもえ何のセリフ突っ込みってあさっきの。 楽しんでいただけてますよかったよかったよかった私気付いてなかったですが群馬の有蔵さんもねちょっと来てだきましてねライブ後ラーメン食べようと思ってたらしまってたニリートよ僕らもねこれライブやったの2回目なんですけど2回目の反省で学んだんですよ一回目行った時「よっしゃ打ち上げだご飯食べに行こうぜ」っつったらラーメン屋しまってたんです そうかショックですねらっちゃってて。いうことでだったら準備中に行けばいいんじゃねってなって準備の本当にこれ本当によろしくはないと思うんですけどライブのライブの会場あるじゃないですか会場の30分前にラーメン食いに行って。なななんかかかすすごいででねのチャレンンジ分ラーメ

<laughs> えー、大変失礼いたしました。ということでございますけれども、うんえー、ではトークテーマいきましょうか。はいはい、はい。今回のトークテーマはいかがでしょうか。はい。本日のトークテーマは、うん、家族の自慢。家族の自慢ということでございます。うん、ということなんで自慢できる、まあ、家族親戚でもいいですかね。あ、そうですね。うんうん、こんなの自慢できるよとかそうそうそう。家族のうん、えー。自慢に関するお話、皆さんも何かあったら。 えー、ツイキャスメールなどで、うんうん、はい、えー、コメントいただければと思いますけれどもね。そうですね、えー。ということでございますけれども、カスくんの自慢か。はい、あります？なんか。今パットはもうちょっと <laughs> 思いつかないな <laughs> 自慢か。そうです。あでも私よりかみんなすごいですよ。本当、うん。<laughs> <laughs> なんで自分、自分が一番してたんです。<laughs> 過小評価です <laughs>。そうですね、過小評価。もう何かな、なんか <laughs> 卑屈、<や>卑屈な,のかな。ちょっと、ちょっとやばい、なんか何があったの <laughs> って聞きたくなりますね。心配になり。ます <laughs> <laughs> 何でもちょっと待って思いつかないだ自慢の家族でしょ多分周りからしたらそうですねまあうんうん周り家族親戚からしたらなんかあったかなえあります家族あ僕はですねちょ本当についつい最近のお話なんですはいはいはいツイキャスでもねちょっとあの僕触れてくれた連楽さんが触れてくれたんですけどもあの僕の弟があのそば屋沖縄ポークそばそば屋の方でや やってるんですけども、うん、このそば屋がですね、うん、なんとあのガレッジセールゴリさんの YouTube チャンネルに紹介されたすごいそうなんですよ<え>あのゴリさんですよテレビで、うん、テレビでおなじみのははい、はい。あのゴリさんが食べに行ったらしいですへ <laughs> えー。そうすごい これ自慢じゃないですか。おこれめっちゃ自慢さ。めっちゃ自慢なんです。めっちゃめっちゃいいです。えじゃあ、うん、あの弟さんは生ゴリさんを見た。うん、生ゴリさん見てて。ちょっと喋った。でもねあの多分あの蕎麦だけ紹介してる感じだったんですだから本人は出てなくて。あそっか。まあまあまあ本人もちょっと恥ずかしがり屋なところがあるんで、うん、あまりテレビには。 うん、出ることはないと思うんですけど、うんうん、ただあのだからその本人としても、うん、あのいつか、うん、あの揚げ揚げ飯に出たいという。ああいいですね。話が出てたんで、もしかしたら足がかりになったんじゃないかな。ああ確かに。思ったんですよ、うん。もうすごい一歩じゃないですか。すごい一歩ですよね。うん、絶対に注目されますよね。うんうん あのゴリさんですか。ああ、いいはず、見たんだ、生ゴリさん。生ゴリさんって、なんかもう、あの、ちょっと響、あの。響きですよ。響きだけ聞いたら、生ゴミに見える。聞こえるんで。生ゴリさん。いいな、生で見れたのが。では、大好きです。いや、言っときますけど、僕も生ゴリさん見てますからね。あ、見た。え、どこで。大学で。はあ。大学生時代です。嘘。 近くで大学のにあに大学の特別講義みたいな講演会がありましてそこに行ったんですよゴリさんが講演しててエンタメに関する講義いやってまして僕はその時はまだ芸人なろうとは考えてなかったんですけど今になってみるとあの時ゴリさんの講演聞いたのがちょっとある。 もういいなじゃあ今度会った時に行ったらいいさねそうそうそうただ多分直接だからゴリさん直接会ってるわけじゃないじゃないですか公演ってことは間接的じゃないですかはいはい直接先に弟が会っちゃってるんでもしかしたら弟の方が先に売れる可能性が僕よりもじゃあ弟の次そっちが先に売れる可能性 俺弟のバーターで出るかもしれない。あいいないいな。あじゃあバターのバーターで。バターのバターで出る。バターのバターでちょっとついていこうか。そそ蕎麦屋の紹介のバターのバター。どういうこと？どういう状況なんかのそのバターバターがいるのかもしれない。バーター。 何役出てるんですか、えー、何役か私感想を聞かれる人がいいな感想を聞かれる人はう桜じゃないですか <laughs> エキストラの仕事で頭だけでいいんで <laughs> 映るのは頭だけでいいでだ頭だけ <laughs> 感想聞かれるんだったら顔も乗るでしょ <laughs> あえての後頭部後頭部だけ、うん、事件のインタビューじゃない <laughs> やばいつ何何かかしたんなってなるんで顔全身でってくじゃあその時には堂々ともうバッチリメイクで行かないといけないな食べに行ってくださいいうことでございますけどもねえとあんつばさんが横ぶきパンチに紹介料の請求書を送る払えないです。 ゴリさんの紹介料いくらになるんだろう。<laughs> <laughs> いくらなるんだろう確かに <laughs> え。マチャさんあのマチャさんがねあのゴリ沖縄かなって言ってるんですけど、そうですね。YouTube チャンネルゴリ沖縄ですね。おお<ー>。であの検索していただけますと。うん、見れ見れますんで。えぜ、ー、ひ皆さんも、ね、てはい。見ていただければありがたいなと思いますけどね。うアニゾウさんもあの揚げ揚げメに出られたら一気にお客さん増えるはずよ。確かに本当にそう。夢ですよ本当に。うん 知り合いの店が揚げ揚げ飯シ乗るってすごくないですかうん乗ったらもうめっちゃ自慢する自慢しますようん自慢する揚げ揚げ飯紹介されたんだようんうんなるなるなる絶対そうっすよねうん楽しみではあるんですけれどもただねちょっとねここにね水さす出来事がちょっとあったんですけどこれもちょっとあの先ほどお話ししたライブの時のははいいお話うん であるんですけどあのー、まあうちでこりんさんがね沖縄そばがだからそのゴ,リのゴリさんの YouTube チャンネルに紹介されたんですよってライブで僕行、うん、ったんですよ。うん、でそしたらあの人が「あのー、じゃあそのそばって、あのー、いくらなの?」って言って、うん、まあまあちょっと、あのーまあ、お高めなんですけど、うん、まず1200円って言ったらあの人大きな声で「高さよや」とか言ってき <laughs> <laughs> ああと思って。<laughs> <laughs> <laughs> いやまあそれはだからそのお笑いとしてライブの時はやったんですけどあの人本当に思ってるんで <laughs> 高さよや俺それも含めて説教してやろうかなと思ったんです <laughs> いやちょっと高いけれども <laughs> 一応いろいろこだわってあのこっちはやってるんだからって <laughs>。 そんなデリカシーないこと言わないでくれよって思ったんですよ。<laughs> そうか。<laughs> うん。じゃあお笑いとしてね。お笑いとして言ってたんですよ、うん、ライブの時は。うんうん、ただあの本気で思ってることは思ってるらしい。い <laughs> 高さよや。<laughs> 大丈夫。食べて食べたらわかるよ。おいしいよ。でもあの人の言うことにはちょっと沖縄そばがあのなんかた、うん、周りも高くなってると。うん <laughs> お観光客の方向けにちょっと食べてもらうために作ってるからそうなってるのかなみたいな話で言ってたっていうことは聞いたうです。 そうなのね。まあ、じゅんじゅんさんもそうですよね。だから言う通りですけど、沖縄そばもいつまでも500円程度じゃやってらんないよっていう、まあ、そういうことではあると思う。んでああ、そっか、そっか。ええ、昔はね。そんくらいでしたもんね。ただ、あの、あの人、まっすぐドストレートに高さをやっていってたんで、なんでかこいつと思ったんです。なんということをつってね。あの、あれですよ。舞台の前じゃないですよ。あの、普通にラインしてる時。高さをやってきて。なの人と思って。 仲良しだ、仲良しな二人だ、もうラインでこんなしてから。やり取りして。公開公開説教はそれです。それは説教者やろうかなと思ったら、ネタを飛ばしちゃたそっちを説教しました。面白いね、いっぱいありますね。いろいろ、入り組んでて、あの時。こっちも楽しかったですけど。いいですね。もう仲良しコンビかもしれないな。 仲良し遠距離言い合いしてるみたいなということで皆さんのねちょっとまあ自慢の家族というお話あったんですけどもねまあ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 もしあったらぜひ教えてくださいね。教えていいただければと思ますでは続いてのコーナーいきましょうかよろしくお願いします。今日日は何の どうしたんですかなんかちょっと久しぶりにやったらちょっとなんか笑ってしまいました <laughs> いまはい8月8日、ね、なんかこのエコーがちょっと自分でちょっと面白かったなってはいすみませんはい、はい、本日8月8日が何の日なのかご紹介させていただくコーナーとなっておりますはい一体何の日でしょうかはい本日はうん、デデン笑いの日伏線回収かや <laughs> 上手だった伏線回収すな <laughs> 上手だった だから笑ったんだなじゃないんですよ <laughs> でしたよつくてたはい、なんで笑いの日なんでしょうかはい。いやもう今もう笑ってる感じでわかりますけどピボンの語合わせ <laughs> 日付はですね<笑>,笑い声ハハと呼ぶ語呂合わせからとなっております <laughs> こちらはですね笑いの日を作る会が1994年に制定をされた 制定,された制定したものなんですけれどもこの回すごくてですね、うん、この回は1966年に制定された、うん、もう今や当たり前になっている国民の祝日、うん、敬老の日の実現に向けて温度を取った日本風呂協<う>会が中心となって発足した書いたそうで今も 日本不老不死協会って言いそうになった日本不老協会ですね不老,不老協会、ね、そうそう、ね、不老協会、うん、となってますねはい、はい、で、すごいのがですねこの会では8月8日の笑いの日を国民の祝日にしようと運動をしてくれているそうですうわ素晴らしいもうぜひね、あの頑張っていただきたいですね、うん、そして平成8年の8月8日 うん、午前8時8分に会員が東京恵比寿ガーデン広場で規制を上げたということですよ。規制を上げたごめんなさいねこの文字で言ったら規制なんですけど <laughs>、はい、あの気持ちのキーに勢いの規制です。とかそういうのではなく<笑>お笑いの日って言ってるんだから。<laughs> <laughs> 規制は規制でしょう、大勢の人が集まって、まあ、意気込みを頑張るぞ的なのがあったのかなう意気込み的な、うん、う意気込みそうですね、<laughs> これ、読み方、間違合ってるかなと思って調べてたんですけど、<laughs> 合ってます,、ねてますね、音だけで聞いたらね、そうそう何事かってなりますね。はーとか言ってんのかなと思 <laughs> <laughs> ってた <laughs>、ね、ちょっとそしたらみんなもうびっくりしちゃうから、まあ、でも頑張ろう的な感じだから、すごくいい回ですね。 まあ、結周回みたいなことですね笑いはですねもうやっぱりやってると楽しいですしまたストレス解消ですとかう体に気分も良くなるし、うん、血圧も下がって心臓も活性化させ、えー、血液中の酸素を増やすなどの効果があるは<ー>らしいでしょ。あ<の>ね、笑うことがいいことだというのはよく聞いてるんですが、うん、そ,そ,そ,そんな具体的に。うん 血圧も下がるの知ってました <laughs> 私僕も勝手に思ってたんですけどテンション上がるから何、うん、<laughs> かな,、うん、なんか気分がよく <laughs> まあなん,かなんかそんなして書いてますね。ねあでまた笑う人はめったに笑わない人に比べるとやはり病気になりにくいという研究結果もあるそうなんですとってもね いいものなのでも今日はもうもうプロがいますからいっぱい笑わせてもらって。どんなふりしてんだ。おにみたいなふりしたぞ。ちょっと待ってください。え何すえ何すんの俺。もうもうねうんもうそこはもうもうね腕。 一週間ぶりに来たと思ったら、うん、こんなにすごいことになってたの <laughs> もうなんてったって笑える日ですからねそうでしょえ、俺じゃあ何 ?CM へ行く間に何かしないっていう <laughs> 何が出るかな何が出るかな <laughs> <laughs> マジか <laughs> これはお笑いということなんですけれども、まあ、これはまあよくあの、まあ、せっかくなのでお笑いの雑学というのがあるのでも絶対知ってるであろうなんですけどちょっと一つご紹介しましょうね。でしょうかピン芸芸人人人ととは一、ま、で、あうん、でやってる芸人のこすですよね。当たり前のように使われてるこのピン芸人という言葉なんですけどそもそもピンってどういう意味か知ってますかピンうん ピンは、あれじゃないですかボーリングとかじゃないですか?。あ、なんか近い。あ、近いですか?。うんお。ボーリングじゃない。違う。<laughs> ボーリングじゃない。実は、はい、芸人さんのこのピンは、ポルトガル語が語源なんだそうでしょう?おへー。おえ。 そうそうそう,そう<ー>なんか,かポルトガル語で、えー、ポルトガル語何、あのー、て読むのかなこれ「ピンタ」って読めるんですけど私アルファベットで書くと「P-I-N-T-A という単語で、はい、意味が「点」なんですって。はい

うん、ああそんな感じでしょ。ううだからあのそのピンイコール一っていうことから、ピン芸人は一人で活動する芸人という意味で使われるようになったということです、うん。なるほど。確かにコンビとかトリオとかはずっと英語、うん、まあ英語とかイタリア語もあるのかトリオは。あ、そうなんですか。え、なんで、なんで、なんでなんでしょうね。四人だったらカルテット。 あ、カルテットカルテットって聞いたことあるそうそうそう、四人組だったらカルテッドうん四十層みたいなねそうそうそう。ですよねコンビは英語だしなと思いましたしあコンビあ,あそっかだったらピン芸人もあのソロ芸人でいいと思います <laughs> 確かに、なんかいい <laughs> いいですねえポルトガル語英語、うん、イタリア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 ,イタリア、じゃあ5は えっとだけ日本語なんで <laughs> 5になったら5人組 <laughs> 急に <laughs> まあでも5人組ぐらいしか、うん、6, 6になったらまた急に英語みたいなそんなまあでもそうですよね、うん、<laughs> そうなりますよねそれ以上に表す言葉がないんだったら。うん、で僕はだからもう今 今もあのミカさんの話を聞いてられる余裕があってすいませんねなに何をしてくれたんだやらなきゃいけないですよねじゃあにか出るかな, <laughs> かるかな <laughs> じゃあね僕一発ギャグまあ一発ギャグえやってじゃあ CM いきますか <laughs> おいおいしいしやす<笑><笑>えーいきますよあと引っ越しセンター分け。 で、行きます。三日月マンハッタンの内縄口 n o 今日の内縄口はこちら色マンチャイロマンチャ。この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよしくん。はい、じゃあ今度のオムニバスのレコーディング行くよ。うん、じゃあまずは1曲目ね。うん、はい。32、はい。 スタート色マンチャの中を走り抜けてく色マンチャのポルシェはいオッケーオリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はいじゃあ次の曲3・2・1スタート「人生色マンチャ男も色マンチャファファファ」ファファファ「女だって色マンチャファ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 ッファ」 オッケーですよお疲れ様ですオッケーいい感じでしたねよかったよじゃああなたも一緒にいろまんじゃのりんごにく はいお届けしておりますか、開放心ジャンプルでございます。<laughs> はい、おはてはミカです。<laughs> なんで一番受けてるんですか。<laughs> いやありがとうございました。もう私これで長生きできると思う。<laughs> <laughs> なんでよや。<laughs> 何が何が出るかなと <laughs> デージこの久しぶりの感じ。<laughs> もうきついよ <laughs> 久しぶりに来て。いやざっす。<laughs> もう一番喜んでますね。<laughs> 改まして高等吹きバンチですよかったさいや見てくださいアンツバさんからカンパ来たパイフーの後にカンパきてるんですよ横で見るのね地球壊滅の天気ですよ私だけ喜んでる終わりますって地球 そ <laughs> <laughs> あれ、いっぱい笑っていきましょう。<laughs> はい、今日は何の日はね、はい、えっ、ー、と、笑いの日、ご紹介しました。ありがとうございます。うん、で、若さんから、はい、コメント来ております。はいあ、ありがとうございます、えー。北海道帯広しおり、こんにちは。こんばんは。<あ>こんばんは。んんはえー、気温21度。うん。とっても涼しいのですが。帯広のソウルフード、インディアンカレーの中辛を食べて、汗と汗をだらだらかいています。<laughs> うん。 いうことでございますけれども、うん、北海道は涼し、過ごしやすいですね。ちょっと待って、今。なんかかかってます。あ<ん>あ。あ。あ <laughs> エコを切るの忘れたんかと思った。<laughs> <あ>大丈夫ですよね。うん、私大丈夫ですよ。びっくりした。<laughs> もうやばい。気が動揺しすぎて。<laughs> 俺の声が震えてんのかもしれない。ですね先生 <laughs>、帯広市は二十一度で過ごしやすい、うん。<laughs> ええー、とっても過ごしやすい雰囲気と,と。二十一度。冬、冬。冬じゃん。ええー、冬、うん？冬っすね。そうですね。沖縄で言う冬っすね。冬、<laughs> まあ、まだあのすんごい寒くななる手前の冬ぐらい。手前の冬。秋,うん、秋口の寒さみたいな。うん、いや本当にあれちょっとかか<そ>かかってないですか？あ、私ですか？ 大丈夫かなまあ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 いいですかね大丈夫です気にならないか気にならなければ全然大丈夫ですけど <laughs> 気づいてないです <laughs> <laughs>、えー、ということでございますけどもでは、えー、と最後ねあの久しぶりにコーナーいきますけどもはい、えー、では参ります <laughs> クイズキングコトブキングビビリバビリブみんなで楽しい答えを大きにじゃないヘイ、hey! と久しぶりで久々でございますけれどもクイズを考えてきましたので皆さんでぜひお考えいただければと思います。では台風ね過ぎ去りましたけども沖縄って台風多いですね。やっぱりね1年に何回ぐらい来るんですかね23回いや結構っとあるんじゃないですかということで問題でございます。この台風がよく来る えー、地域のことを、うんえー、こちらですね。台風なんとかと俗に表現することがあるんですけど、ねうんえー、この台風がよく来る地域、うんえー、台風何という、台風何、はい、台風何と、えーはい、言いますけど、うんえー、台風がよく来る地域のことを何というと言いましょう。うん、じゃあ台風がよく来る地域何というでしょう。 台風がよく来る地域ですね,ねよく来る地域ですよ、うん、皆さんねよく来る地域でございますからお考えいただければと思いますはいあ、円楽さんがポルトガル語、うん、<laughs> めっちゃ書いてくれてる、うん、入り口だけでわかるけどえー、っと、うん、あれあれポルトガルうんって書いてます、ね、あ、本当だあれ ピンじゃないのか?。なんということでしょう?。私が発表したのがちょっと間違ってる説。ちょっと間違ってたら、ごめんなさいね。やばいやばい。後からまあ、それは。調べそうですね。ございますけど。え、まあ、じゃ、あの、台風がよく来る地域のことを、え、なんという。台風がよく来る地域のこと、なんという。え、ね、いろいろ。ね、来るという。来る。来るという。 ことを考えていただければ、わ、えー、かるかなと思いますけれども。はい、はい、台風がよく来る地域、なんという。うん、ということでございますけれども、ーあ、りんさんが台風の巣が近いからなって、台風の巣なんてあるんですね。台風の巣、あ、えー、よくできるところってことか。台風の巣なんですね。うん、ち、近い、うんえー。ということで、いくつかありますかね。うん、ええー、では、まちゃさん。 えー、台風がよく来る地域のことなんという、えー、台風キャンプ座・金沢ことございますけどまあね人多いですからね金沢のんかマーケットですか、うん、<laughs> なんて言うんですかフリーマーケットあ、はい、はい、よく基地とかでねやるあの時はまあ人いっぱいいるかもしれないですけどね。<laughs> 台風キャンプ金座とあ、それでよく来るから行き <laughs> たいなあ、なるほどね。ということでございますけれどもね、うんえー、あんつばさん、うんえー、台風がよく来る地域のこと何という。うん 台風ラーメンラーメン屋にもねありそう行列ができるラーメンそうかもしれないあるかもしれないそうじゃないラーメン屋さんもあるでしょいいなでも美味しそう台風であの台風ラーメンってニュージー見た時のぱっと見風風ラーメンかなと思った確かに風が入ってて茶壇にありますよねうんうんうん一瞬そう見えた さんんこにちは台風のよく来る地域のことなんという台風の心のよりどころかなあんかでもいい素敵もうみんなちょっとここに来たいんだよね台風が台風的にもちょっと沖縄台風も沖縄に観光に来てる一旦ちょっと心休めよう沖縄で心を休めそうそうそう心を休めてよし九州 <laughs> 一旦落ち着けて九州に <laughs>、うん。心のより所ってなんかちょっとあ優しいですね <laughs>。優しい答えだ。いいうん、<laughs> あで遠楽さんが、うん、えっと補足の方を送ってくださってありがとうございます。うんうん、ラテン語の一つに、うん、あの当てはまる意味じゃないかなと。あそうか。一つっていうのがピントっていう。あここの字この字でしたね。あそうですか。P I N T A。うん、P I えっと。A T o P-I-N-T-E P-I-N-T-A ですか A だったかなでピンピンタって言いました私ピンタって言ってましたよねあ、じゃあそれだそうですねこれなんですねあの一つっていうのに該当するんですねなるほどありがとうございます知識がもう豊富なリスナーさんばっかりで本当にありがたいですありがとうございますありがとうございます英語で言うとペイントなるほどありがとうございます えー、沖縄大好きさんも今来てくれました。こんにちは。こんにちは。ええー、では、あのー、問題の方、ええー、繰り返させていただきますと、台風がよく来る地域のことを何という。はい。ということでございます。ええ、じゅんじゅんさんの答え連続で紹介しましょうかね。ええ、じゅんじゅんさん、台風がよく来る地域のこと、何というん。台風三へ。三へ。台風ユニオン <laughs>。ユニオン <laughs>。台風。 金比 <laughs>、うん、続いてるな。はい、<laughs> 台風の日に台風の日にはめっちゃ人来る場所。そこそこ。台風の日にはめっちゃ来る。うん、<laughs> そして今回ユニオンを閉まりました、ね <laughs> ね、だからもうあもうこれは本当に本格的なんだなこの風はって思ったもん。本当そうっすよね。ね <laughs> ユニオンがここまでなる,とはなるってね。 ユニオン指数じゃないですか <laughs>。いいんじゃない？やね、だからユニオン指数って誰が名付けた方がいいです <laughs>。これ <laughs> 学会で発表した方がいい。台風学会か。<laughs> いいね。ここでちょっとやりますみたいなね。沖縄県民がユニオンが締まると危険度。<うん S 1> <laughs> やばいやばいで <laughs> <知>す。サッス。えますスーパーのね人はいっぱい来ますけれども。え <ー S 1> え<ー>、マッチャさん。 えー、台風がよく来る地域のこと、なんという、えー、台風よくクールと。<laughs> こんなそのまんま。よくクール。くくこんなそのまんまいう。台風よくクール。<laughs> なんか名前みたい、よくクール。<laughs> よくく <laughs> なんか錠剤みたいです。<laughs> ね、ああ、確かに。よくクール。<laughs> 薬みたいな。<laughs> 面白くなるみたいな。<laughs> いいっすね。<laughs> <laughs> えー、ありがとうございますねマチャさん、うん、続けて、えー、台風がよく来る地域のこと、うん、なんという、えー、台風気象天結とお<ー>ありがとうございますこれ嬉しいやついですかこれは嬉しいですね、うんえー、もう満員満員でもう目指しやってますんでね、うん、あと今月はですね、うんえー、8月の26日ということになります皆さんよろしくお願いしますあ失礼します、えー、ここで国 <laughs> を挟む <laughs> 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 はい、えー、ではですね。 続きまして、えー、台風がよく来る地域のことなんというあんつばさんご紹介します、はいえー、台風がよく来る地域なんという、えー、台風一家があ,あの家 <laughs> えと一つに家と書いて台風一家台風一家あ台風家族になってます <laughs> 台風一家ねあのまあね よく勘違いする <laughs> あの、うん、四字熟語シリーズですねうん、うん、過ぎるって書いて台風一回ですけど <laughs> <laughs> さっきの規制みたいな感じだね,ね <laughs> <laughs> 音だけ聞いたら台風のワイワイガヤガヤの家族に聞こえく <laughs> 違いますからね <laughs> <laughs> ありがとうございます。用事共さんいいですよ、うん、台風がよく来る地域のこと、うん、なんという、えー。台風のおばあちゃん地かなって。<laughs> めっちゃいいおばあちゃん地。めっち,ちゃいい答えじゃないですか。行く行く。<laughs> どうも <laughs> いや。嬉しい。ありがとうございます。<laughs> ます <laughs> えー、そうですねあのー、こっちはあのスタジオ前まで来てくれると、うん。 直接お会いできますんでよろしくお願いします <laughs>。あ、観光客の方かもしれないしし。そうですね。ありがとうございます。<laughs> あま,すまあ台風も過ぎちゃってね観光も楽しめるようになりました、ね。<laughs> 本当に。よかったです。かわいそうな人たち何名もいましたからね。ね<ー> <laughs> も、もうねテレビで見てました。で <laughs> したけどね。<laughs> も続けて紹介しましょう台風のよく来る地域あんつばさんが台風反転とかじゅんじゅんさんが台風赤坂赤坂あんつばさんが台風パンチあいいんじゃない円楽さんが台風万代ってきて万代さんええじゅんじゅんさんも台風よく通るああいいっすね台風国際通り 台風取引とかいろいろありましたけども、えでは正解の方ミカさんわかりましたか。台風がよく来る地域のことをはいなんという台風激突土。何ですかさあ暴走番外じゃん。台風激突地違います。違いますか。台風がよく来る地域のことをえ台風なんとかって言うんですけど、え台風がよく来る地域の俗に台風銀座と言います。 銀座、はい、銀座もね繁華街で人がよく、うん、あの集まるという意味合いから、うんえー、台風銀座という表現。だだから、うん、あだかららこの 人が集まる場所を皆さん書いてたんですね。分かって、あ賢さよこ作用。ね、<laughs> 本当に分かって,て、分かってない。<laughs> 分かっててやってるは <laughs> やってるって俺が俺が言うのも違うんですけどもんだかしたから。<laughs> 台風激突神。すごいただ台風激突神はパワーは勝てないです。<laughs> インパクトは。<laughs> えー、ということで台風に関するクイズをお届けしました。ではですねあのまあ告知としまして、うん、あの今週日曜日 八月十三日なんですけども M1、うん、グランプリの予選一回戦がありますあ、そっかこれからですねはい、これからでございます、うん、ちょっと頑張りたいと思いますので応援、うんえー、していただける方はぜひよろしくお願いいたします、うん、はいはい、では、えー、本日も、えー、今週もありがとうございましたありがとうございました、えー、火曜オリジンチャンプルお届けしましたお相手は劇団王子毎週の味方、えー、ことぶきパンチでしたちょっと忘れてたババイイ。<laughs> <laughs> <laughs> バイバイ <laughs>